して。同じ過ちを。スピノ町に戻っていることをアレに伝えておこう。私が町に入って大丈夫だろうか。戦車で包囲したもんね。待って、アレ将軍。どくんだ。そいつはフォレストランドの将軍だぞ。違うの、ロゼッタはもう敵じゃない。だよね。わからない。だが今の私はお前たちに向ける銃を持っていない。そしてできることなら父上を止めたいと思っている。敵将の言葉など信じられるものか。無理すんなっておっさん。前にやられた傷まだ治ってないんだろ。やったのはこの女の戦車隊だ。憤りはわかるが彼女の言葉に嘘はない。そうだろ王子。ま、悪さをしようとは思ってないんじゃねえの。あなたたちがそう言うなら。では目の前に迫っている脅威について話し合おう。どこへ行く。作戦会議に私が同席したら余計な不信を招きかねないだろ。では各人の考えを聞かせてくれ。あのデカ物の性能は。手法の威力は想像を絶する。その気になればたやすく世界を焼き尽くせるだろう。その上あの高さと大きさですか。戦車砲など豆鉄砲でしょうね。考えられるのは司令室を制圧するか動力を奪うかだが、あれだけの空中要塞じゃ持久戦に持ち込めばアクアニウムのエネルギーが尽きるのではないか。あり得る話だが、どうやって持久戦に持ち込む。そりゃあ、お前今考えるのやめただろ。そんなことはありませんぞ。時間をかけて良策を練っていただけです。やはり相手に考える時間を与えないような速攻を仕掛けるべきだろう。ロゼッタに仲介してもらってブレッドと話し合えないかな。私が使者になって一人で行ってもいい。話してわかる相手ならジャム国王がすでに説得しているだろう。そうだよね。戦う以外の方法がないならせめてどちらの国の人たちも巻き込まないようにしたい。だったら直接乗り込んで叩くしかないんじゃないか。そのためには
飛行機が必要だな。国王軍の飛行運搬船を使えばいいじゃろう。いや、飛行運搬船の速度では蜂の巣にされるのがオチだ。対空砲火をくぐり抜けられる速さの飛行機か。そういえばエンドミル基地からアクアニウムを運ぶのにフォレストランド軍はどんな方法を使ったのだろう。何の話ですか。奴らの基地にアクアニウムを感知するレーダーがあってな、すごい速さでアクアニウムが運ばれていくのを見たんだ。もしあれが飛行機なら。きっとそうだよ、レーダーの軌跡がまっすぐだったもの。なるほど、地形の影響を受けない飛行機ならではというわけか。問題は飛行機がどこにあるかだ。マサラ発掘場では見かけなかった。ロゼッタなら知ってるはずだよ、聞いてみよう。ずいぶん明るい顔だな。いい作戦を思いついたか。それはロゼッタ次第。私に協力させるつもりか。一緒に戦ってとは言わない。フォレストランド軍の飛行機がどこにあるかだけ教えてくれればいい。飛行機？ああ、なるほど。自殺行為をしようというのだな。ロゼッタのお父さんを止めるためにはそれしかないの。ベンダー基地だ。ありがとうロゼッタ、ブレッドは必ず止めてみせるから。飛行機を手に入れたら俺に操縦させてくれよ。ずるいですぞ王子、わしだって操縦してみたいです。そういえば私も飛行機は操縦したことがなかったな。あ、おっさんまで操縦する気になってるじゃん。お前も行くのか。私は戦車隊を率いて少しでも敵の目を引きつける。私にも戦車を一両貸してくれないか。おとりは少しでも多い方がいいだろう。国王軍の戦車はジャジャ馬だぞ。じゃじゃ馬には慣れてる。乗りこなしてみせるさ。さてどうするね。ヘアスプレーなら用意してあるぞ。いや、騒ぎを起こす必要はなさそうだ。だったら正面から乗り込もうぜ。それはさすがに油断しすぎじゃない。ビビってんならお前はこそこそ行けよ。そうする。シーフとおっさんは正面から行くよな。なんだよ情けねえな。やべ、悪魔の恐ろしさにビビったか。虫人間一匹で俺に勝てると思ってんの。あんたちが正解だったかな。こいつが飛行機だよな。動くのかこれ。王子、待たせたな。先に行ったくせに今頃かよ。俺が一番乗りじゃん。残念、一番乗りは私だよ。捕まってんじゃねえか。牢屋の中を調べてたらオートロックで出られなくなっちゃった。ったく、前にもこんなことあったな。ありがとう。
じゃあ早速整備するね。よしっと、整備終わったよ。よし出発だ。やばい、囲まれるぞ。王子が大声を出すから。うるせえ、いいから乗れ。王子、しっかり捕まってろよ。行け。爽快ですな。ガラムに向かって全速前進。おお、待ってやがれムリエル。ブレッド、天に唾するとはまさにこのことだね。報復勧告に耳を貸さず、あくまで抵抗を続けるか。やむを得ん。四方発射用意。目標は正面下方。将軍、主砲が来るぞ。何？全軍退避だ。間に合わない。何をしている。背中を預けてくれたこと感謝する。おやおや、勇敢なバカが何かやってるよ。ブレッド大将軍、人です。あれはロゼッタ。バカな、四方の発射は中止だ。無理です。今からでは止められません。終わりじゃない。我々は陽動を続けるぞ。
今頃ベルゼブブたちがガラムに向かっているはずだ。了解した。ベンダー基地の方角に飛行熱源を感知。この反動は我が軍の高速飛行機です。レジスタンスどもに奪われたか。ガラム、180度回答、ハムシを叩き落とせ。気づかれたか。このままでは蜂の巣にされてしまう。高度を下げるんだ、ベルゼ。このまま高度を上げずにギリギリまでガラムに近づこう。ここらは複雑な地形だ。岩に当たらないように進むんだ。前見て、前。このままじゃ追いつかれますぞ。今は相手をしている暇はない。逃げ切るんだ王子。オッケー。頑強な軍の飛行機だけど油断は禁物よ。やりましたぞ、さすが王子。よし、残り一機ね。撃ち落とせないのか。こうなったら手法で消し飛ばせ。無理だ、第二射はすぐには撃てん。出力最大じゃなくていい。手法発射用意だ。目標、クソ悪魔。近づいた分、今まで以上に攻撃も苛烈になるはず。ガタが来てる。これ以上のダメージは極力抑えて。まずいぞ、何かでかい攻撃が来る。気をつけろ。手法発射。危なかったな。飛行機を壊してしまってどうやって帰るんですか。空中要塞というくらいだ。脱出装置があるだろう。つまり後のことは考えなくていいってわけだ。よし、暴れてやるぜ。乗り込まれちゃったじゃないか。それで文句はあるまい。ギリギリだったな。もう後戻りはできない。ここで終わらせるぞ。大量のメカを
早くあいつらを止めないと。しゃ、よもやここまでたどり着くとはな。今さらビビってんのか。そう見えるか。いや、分かっているなら結構。ブレッド、やめとけ。あん、でもロゼッタとの約束が。こいつは覚悟を決めてる。止めたきゃぶっ飛ばすしかない。魔物が私を理解するか。いや、悪魔は人の心を読むのだ。心なんか読まなくてもそれくらいわかるってんの。だいたいお前の心は読めないし。何？そうか、私は心すらも失ったのか。もはや私に残されているのは我が祖国フォレストランドのみ。サンドランド、悪魔、脅威となる者は全て排除する。悪魔の王子、なぜ貴様が人間に手を貸す。父と姉の仇討ちか、それともかつての英雄に影響されて正義に目覚めた。気持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。ごっこだと？大義もわからぬ小悪魔風情、信念もなく私の邪魔をするな。うるせえ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。それでは分かってないと認めたようなものです。分かるわけないだろ。心の声が聞こえない奴の言うことなんて。でかい図体ながら俊敏に動いてくるぞ。軌道を読んで冷静に対処せねば。もう限界だ、投降しろ。ないこと。今ここで諦めるのは、これまでの10年は何だったのだ。大切なものを見失うな。全てを失うぞ。私のように。本心を失った。 AI した王からの信頼も投げ打った。全てはフォレストランドのため。今さらやめられるものか。あれ、飛びすぎだろ。かなり勢いが強い。急には止まれなさそうだな。あいつが飛び上がったらブーストでその場から離れるのよ。なぜだ。国のため心を砕いてきた私が。最後は呪わしい悪魔に体まで砕かれるとは。いや、全てをなくした私には似合いの最後か。まだそんなこと言ってる。私たちがここへ来られたのはどうしてだと思う？ロゼッタが飛行機の場所を教えてくれたからだよ。軍事機密を敵に漏らすとは。ロゼッタは最後までためらってた。でもあんたを止めるためならって。わかる？全部お父さんのためだったの。しかし、あれはガラムの手法に立ちはだかり、敵軍を守ったのだぞ。それを裏切りと言わず、なんと。守りたかったのは、お前さんの心だったんじゃないか。砕けていく父親の心をつなぎ合わせようと懸命だった。
ゼッタが。私の勝手な想像だがな、人の心など正しく理解できはしない。できるとしたら悪魔くらいだろう。きっとロゼッタは話したいことがたくさんあると思う。今さらどの面下げてという話だがな。父親面してあげなよ。王子もお父上と話したくなりましたかな。うるさいな。さっさとクソ天使をぶっ飛ばしに行くぞ。ムニエルはこの先の司令室にいる。いいのかよ教えて。裏切りってやつじゃないのか。やってみたくなったのだ私も。よもや悪魔が咎めはしまい。そんな人間たちを正しく導き、悪魔を駆除することこそが天使の。このままでは。もっと力を。覚悟はいいから。